はい、こんにちは、うどんです。今回は、突然なんですけどミニ PC を衝動買いしました。で、熟慮期間1日未満の、即決購入です。というのも、Twitter のタイムラインで、可愛いミニ PC が流れてきまして、で、いろいろ調べてみるとこのミニ PC ジャンルも面白そうだなと、まあ、どんどん好奇心が湧いちゃいまして、で、あとやっぱり小さいのとか消費電力低いのとか、まあ、大好きなんですよね。というわけで、今回は、その購入したミニ PC とはどんなもんかと、開封しながらスペックなどのご紹介。で、起動しましたら、あれなんかおかしくない？初期不良なの？ってところにだいぶハマりまして、で、正常動作したのかどうか、まあ、とりあえずベンチマークとかで性能テスト。で、あれやこれや手を尽くして、ハッピーエンドを迎えられたらいいなっていう動画です。で、このうどんの機材部屋チャンネルでは、主にパソコンやカメラなどの、機材のレビューや DIY などを行っておりまして、で、先日、ついにチャンネル登録者数1000人を超えました。おかげさまです。ありがとうございます。今後とも何卒よろしくのほどを。で、購入したのは、BMAX BMAXっていう中華メーカーのミニ PC で、MAX MINI B2 PLUS っていうやつです。で、トランスフォーマーみたいなロゴで、まあ、あれか丸出しなんですが、で、送られてきた箱はなんかスニーカーが入ってそうでした。で、Amazon でクーポン込みで24000円ぐらい。で、スペックですが、CPU が、2019年発売のモバイル用の、インテルセレロン J4115 っていうやつで、このミニ PC 自体は、2020年発売みたいなんですけど、で、4コア4スレッド、ベースクロックが 1.8GHz、ブーストクロックが 2.5GHz。で、また GPU も内蔵してます。で、TDP が 10W と、モバイル用なので低発熱みたいです。で、あと、基板に直接ハンダ付けされてる CPU なので、交換はできません。で、メモリは現在主流の DDR4 の 8GB で。で、この手のパソコンにしてはちょっと多め。で、おそらくこちらも基板直付けなんで、交換はできないっぽいです。で、SATA の 128GB の SSD を搭載してまして、で、しかも M.2 タイプみたいなんですよね。で、ネットワーク関連は、Wi-Fi や Bluetooth も、まあ、波のものがついてて、で、さらに 1Gbの有線 LAN があります。で、その他の入出力には、HDMI が2つ、USB3.0 が2つ、で、USB2.0 が2つ、まあ、どれがどっちかわかんないんですけど、で、USB の Type-C もあります。で、ヘッドセットジャックもあって、で、ちょっとわかりづらいマイクロ SD カードスロットがあって、で、さらにスピーカーも本体に内蔵してるんで、まあ、音はあれですけど、意外と充実してるんですよね。で、購入動機にもらったところなんですが、実は M.2 スロットが2つあって、で、1つはすでに SATA の SSD に使われているっていうことですが、もう一方は空きスロットで、で、しかも NVMe、まあ、つまり PCIe に対応してるらしいです。まあ、なので、こちらにも先日の動画のように、グラボとか装着できるのかなっていう、まあ、好奇心が止まらなくなっちゃったわけです。まあ、ただ本来なら PCIe3.0 の、×4 で、32Gbの転送速度なんですが、まあ、どうも 10Gbが最大っていうことで、まあ、ちょっと特殊？まあ、なので、もしかしたらダメかもしれません。まあ、これは後ほど検証してみます。で、電源は 12V 2A の AC アダプターで、まあ、あまり AC アダプターって好きじゃないんですが、まあ、これは出力の割に小さいので、まあ、許容範囲って感じです。で、外観ですが、商品写真とかパッと見は金属っぽくてかっこよさそうなんですが、丸々プラスチックなので、まあ、ちょっとチープかなと。で、あと、VESA、ベサマウント、モニターの後ろに取り付けるやつですが、まあ、その取り付け金具も付属してます。で、このミニ PC には、Windows 10の Pro が最初からインストールされてて、まあ単純に考えてちょっとコスパ良すぎるんですが、なんかよくあるプロダクトキーのシールもないし、まあ中華メーカーだし、なんかあれなんですよね。で、いろいろとつなげてスイッチオン。かなり静かに起動しまして、で、ロゴもモニターで見るとかっこいい。で、見慣れない感じのセットアップ画面になりまして、で、設定後もなかなか進まなくて、なんか変だなぁと思ってました。で、起動からデスクトップ表示もくっそ長くて、
で、タスクマネージャーのグラフも動かなかったり、で、ウィンドウ閉じたら真っ白で、で、すべての動作でカーソルぐるぐる。で、再起動も全然進まないし、CPU はビーストモード。もはや何もしなくてもパターン青。使徒です。というわけで、初期不良かなと。まあ、返品も考えましたが、まあ、これは人類が退治せねばならぬ試練ということで、原因を調査してみました。で、BIOS は問題なく立ち上がるし、設定もできると。で、なので当初は SSD が壊れかかってるのかなと思ってましたが、なんかブルースクリーンのエラー表示を見ると、まあ、電源が足りないってことらしくて、まあ、なのでターボブーストなんかを切ったり、で、AC アダプターを少し高出力のものに変更したところ、まあ、ブルースクの方はなくなりました。が、その他は解消されませんでした。で、デバイスマネージャーの方を確認してみると、まあ、ここまでたどり着くのにも大変だったんですが、まあ、ドライバーの当たってない何かを見つけました。まあ、ただ削除しようとするとまた真っ白になるんで、まあ、無効にして再起動からの削除。まあ、そしたら Windows アップデートで、なんかまともなドライバーがインストールされたみたいで、まあ、正常に動作しました。まあ、もしかしたら初回起動時に有線 LAN も繋げちゃってたので、まあ、Windows アップデートと重なって、なんかおかしくなっちゃった可能性もあるのかなと思いました。まあ、ちょっと気持ち悪さは残りますが、任務完了。もういけたんじゃない？で、性能を見ていくんですが、比較の対象になるのは以前の動画でも登場した、デスクトップ用のセレロン G4930 でしょうか。まあ、あとはドンキの超小型ノート PC、ナノートに搭載されている、まあ、激弱 CPU の、Atom なんかも比較になるでしょうか。まあ、とりあえず、まずはシネベンチ R15 と R20 を実行してみました。まあ、マルチコア性能では G4930 に近いスコアが出てるみたいなんですが、まあ、G4115 は4コア4スレッド。で、G4930 は2コア2スレッドなんですね。まあ、倍のコア数で同程度のスコアっていうことです。まあ、なので、シングルコア性能になるとうんこですね。まあ、Atom の方がうんこなんですけど。で、消費電力や発熱を調べるストレステストなんですが、まあ、OCCT っていうフリーソフトのパワーモードで調べてみます。まあ、このソフトが一番負荷がかかりそうな感じですか？で、消費電力の方は 15W から 18W ぐらい。で、ちなみにアイドル時は 5W ぐらいでしょうか。まあ、モバイル用 CPU なだけあって、かなり少ないです。で、温度の方はパワーモードで10分後に、75度あたり。まあ、許容範囲かなっていうところでしょうか。で、内蔵 GPU の UHD600 ですが、4K 動画の再生も対応してるっていうことで、例の物置部屋 4K 動画を見てみますと、まあ、ぬるぬるでした。まあ、ただ YouTube の 4K 再生では、たまに途切れ途切れになったりして、まあ、ネットワーク品質とかにもよるので、どうなんでしょうか。で、SSD の性能ですが、若干ランダムアクセスの読み込みが遅い感じみたいですが、まあ、一般的なシリアルアタの SSD といったところでしょうか。で、実際の使用感ですが、OS の操作などはほとんどストレスはない感じです。まあ、ウェブブラウジングなんかも問題ないんですが、まあ、G4930 よりかは微妙にもっさりしてる気もします。で、ゲーム性能ですが、まあ、おそらく FF15 ベンチは厳しそうなので省略しまして、で、ドラクエベンチをやってみたところ、セレロン、G4930 の半分ぐらいのスコアで、まあ、シングルコア性能の影響なんだろうなっていうところです。で、フォートナイトをインストールしようとしたんですが、90GB の空き容量が必要っていうことで、まあ、内蔵の SSD には入りきりませんでした。まあ、ただおそらく起動も難しいぐらいかと思うんで、まあ、こちらも省略です。で、マイクラの統合版は、Atom でもまあできたんで、まあ、画面サイズによりますが、こちらでも大丈夫そうでした。というわけで、ミニ PC を衝動買いしまして、で、不具合もなんとか乗り越えられましたが、まあ、こういうちょっとアレなパソコンは、よくわからないものを無理して買うからよ、っていうことになっちゃうんで、まあ、初心者には厳しいかもです。また、性能に合わせた使い道を使う側の人間が、まあ、見つけていくパソコンなのかなとも思います。まあ、ちょっと本末転倒な感じもしますが。で、次回はこのミニ PC の M.2 に、グラボを搭載できるのかどうか、まあ、ついでに分解とかもやっていきたいと思ってます。今回は以上です。はい、ありがとうございました。